県庁ニュース。今日は緊急ニュース、危険セアカゴケグモの話題です。5月30日、三浦市は特定外来生物で毒を持つセアカゴケグモ1匹が同市宮川町で発見されたと発表しました。このセアカゴケグモとはどういう生物なのでしょうか。県衛生研究所稲田主任研究員にお話を伺いました。セアカゴケグモはメスの成体の体長は1センチほど、全体が黒色で、お腹側に砂時計のようなオレンジ色の文様があり、背中側に赤い一本の太いシム模様があるのが特徴です。噛まれると、噛まれた部分に痛みや腫れを生じる程度の症状で済むことが多いのですが、動悸が激しくなるなどの全身症状を生じることがありますので、素手で触ったり捕まえたりしないでください。噛まれた時には、噛まれた部分を冷やして、速やかに医療機関にかかってください。その時に、殺虫剤等で殺したもので構いませんので、噛んだクモを病院に持ってきていただくと、ゴケグモかどうか確認できますので、その後の治療をスムーズに行うことができます。県鎌倉保健福祉事務所三崎センターが現場周辺を捜索しましたが、他の個体や巣は見つからなかったということです。もし見つけたら、お近くの保健所までご連絡ください。以上、高品がお伝えしました。